皆さんこんばんは、ケントです。イギリスにワーホリに来る方とかにちょっとシェアできると思って、動画を回しておりますが、今鼻声でわかると思うんですけど、3日間ぐらい風邪ひいてます。で、理由は結構外がマイナス5度とか2度とかで結構寒くて、で湿気もあんまないから、それで風邪ひいたんだと思いますが、まあ知っておくといいかなって思うのを3個買ったのでちょっと紹介します。1個は初めてなんですけど、みんな大体使うのがこの、僕あんま読めないけど、レムシックマックスっていうのかな、を使ってます。これはインフルエンザと風邪に使えて、この結構周りの人が飲んでるのを粉のやつに混ぜてやるやつと、このカプセル状のやつがあります。これを買いました。5ポンドぐらいで、これが鼻と頭痛ないんですけど、鼻声がすごいなので、で耳がもともと弱いので、鼻ずっと詰まってると中耳炎になっちゃいそうなので、これ買いました。これはスダフェット分からんけど、これも5ポンドぐらいで、最後にトローチですね。これ見たことある人多いと思います。これ舐めてます。これはすごくいいです。これと銀色のやつが、それのが強いんだけど、ちょっともうあれあんま美味しくないからこれにしました。これセインズベリーで買ったんですけど、レシートはこちらです。全部で15ポンド50ペンスっていうのかな、でした。11時までうちの近くのはやってるので、今10時前なんですけど買ってきました。はい、それでは風に気をつけてお過ごしください。